皆さんこんにちは。銀幕に。ポップコーン。今週は先日完結したばかりのワンダビジョンについて語りたいと思います。はい、メンバーは私恵司と。ダニエルです。こんにちは。はい。ワンダビジョンはね、あの一、ー、話一話と2話が出た時にも取り上げたんですけど、えー、今回はシーズンが、うん、シーズンワが完結したので、えー、シリーズ全体を振り返っての感想をお届けしたいと思います。はい。 えっと、基本的には、えー、とネタバレトークが多めになるかとは思うんですが一番最初にあのまだ見てない人のために、えー、ネタバレなしで全体の感想をまず最初にちょっとだけ言っていこうと思います。はい、はい。ダニエルさんどうでしたかワンダービジョン。そうですね。えっ、ー、と、すごく変わってるものですよね。<laughs> <ー> <laughs> あのはい。まあいろんなえ、まあ、テレビテ、一応テレビシリーズとして。あのー 開発されたみたいな感じなんで、まあ、映画の MCU とまあ違うんですよね。あの、結構そのテレビならの様子っていうか、特にその昔のいろんな時代のテレビへの、まあ、レフェランスとかあったりして、あの、50年代っぽい、あの、コメディ番組の、まあ、こう、まね <laughs>、ふりして。 なんか大体10年ずつ進んででる感じでよ、ねはい、ですよね最初51、はい、番目が50年代2番目が60年代みたいな感じでどん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 時代は,は進んでいく感じでしたはい、はい、それはそれですごいなんか不気味なところすごく面白くてすごく好きだったんですねあのまああとはすごい単純に MCU シリーズ見てるならもうあのこれまでだったらこう映画シリーズがあってまあテレビになんかあるけどエージェントオブ・シールズとかあるけど まあ見れば楽しめるけど見な,見なくても映画シリーズはちゃんと、はいはい、そうそうちゃ,ちゃんと映画のシリーズを理解できるんですけどもうそういうこともなくなりましたのでとにかく MC の映画が好きなのであれば見るしかないですねまず <laughs>、うん、<laughs> はいまあ一応あの楽しくなく思っても宿題ってことなんですけど <laughs> まあでも楽しく感じると思うんですねで私はまあすごく好きだったけど 大好きまでにはいかなかった。いろ<ー>んな問題点があった。そ,それはちょっと後であの細かくネタバラエリの,の、えー、タイミングであの語りたいと思うんですけど、いいところで言いますと、まあまずですね、そのワンダーとビジョン、そのキャラクター、その2人ともう少しこう時間を過ごせるのは、まあ、まず相当嬉しいですね。特にビジョンはもう MC シリーズだったらもういなくなったので、 あのもう一回こう最後に、ね、あの彼と会うことができるのは非常に嬉しかったと。えー、彼とワンダの,その相性もよくてその彼らの,そのやり取りとかすごくなんかこう繊細なシーンもいっぱいありますしちょっとこう感動的なシーンもいっぱいあるしそういったところではまずすごくまあいいですよねあの満足はします。ワンダも ややっぱいいいでですすすよね、オルセンンさんもうやばいですご MCU のこれまでのワンダだと、まあ、やっぱりちょっとサイドキャラクターっていうところが大きくて、うん、であとかつあのそこビアアクセントっていうのが <laughs> ありまして <laughs> その映画で喋ってるんだけどそのちょっとロシア系のりをやってっていうまあそ,のそういった縛りとかもあったりしてあんまりその彼女の演技のうまさっていうのを見せるところなかったと思うんですよね登場シーン自体が短いので。うん なので今回は、ほっといっぱい見れる。幅のあるところが。はい、そう、その幅ですね。あのうん、やっぱりその、まあ、それぞれのその時代のテレビのスタイルはもう全然違うし、あの彼女は同じワンダーっていうキャラクターなんだけど、その50年代ならのワンダー、<laughs> 60年代ならのワンダ、微妙に違うのをちゃんと演じ分けていて。うま、ん、すぎる。うん、はい そして、まあ、えっとね、あの、ビジョンも良かったし、その、モニカー・ランボーも良かったし、あの、そういったところすごくね、面白かった。けど、まあ、問題は、えー、簡単に、すごい簡単に言いますと、えー、まあ、いろんな、複雑にやろうとしてるところを、うまくやらなかった気がします。ほう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 。あの、あまり詳しくね、あの、これ、ネタバレなしの部分なんで言わないけど、えっ、ー、と、一応、その、まあ、 トラブルとなっているこうストーリーがあるんですね。そのどこまで言っていいのかな、まあ、とにかく <laughs> あの、ヴィランじゃないんですけど、まあ、そういうのもあるんですけど、えー、それはそこまでうまく片付けられてない気がすると。ヴィランの問題、そうですね、うん、それはあります。あと、どんどん、あのこれ、根本的な問題は、昔のそういったアメリカのテレビシリーズとかを知ってるのであれば、そのレファランス、すごく面白いと思うんですけど。<laughs> うん、うん 特にその50年代60年代そのえっ、ー、と白黒のやつはいはいはい妻が魔女とかそういったやつ奥様魔女すいません、ね、<laughs> をえっ、ー、とまあパロディーしてるところは個人的にそういったシリー好きだったんで面白かったけどちょっとずつこうあの今現代の近,近づいたらこのテレビ番組そもそも知らないみたいな感じもあったし あのなんかそれでヒューマンのねあの様子もちょ,っとちょっとずつ減ったりしてあのまあすごくちゃんとアメリカのその最近の90年代あの例年代のテレビに詳しくなければ楽しめるのかなっていうのもあるんだななるほど確かに私もそのシットコムっていうジャンル自体にそんなに詳しいわけじゃないので、うん、そのネタを多分 分かってないで見てるんだろうなっていう自覚はありましたね。多分これは何かのレフェンスなんだろうけど、はいはい、そのまとめたは私は分かってないっていう意識は確かにありました。それがまあ気になるか気にならないかっていうところですね。こののシリーズ全体的に知知識識はまあ必要でですすよねそのパロディーされてる番組とかの知識もそうですし あ,のあんまり直接説明せないされないけどコミック分かれば分かるみたいな、うん、あの部分がいっぱいありまして、うん、まあ知識がなければ見てその終わったらあれなんだったと思ったらネットで調べ,るで調べれば <laughs> でもそれもそう<ど>まさしくそれで楽しみの一つだと思うんですよ。あれ何だったんだろうって思って調べて、はい、あこんなコミックがあるんだとかあこういうテレビシリーズがあったのでっていう発見する喜びもあるかなって。 っってていうのはあって特に今回1週間に1本出るスタイルなので、うん、そのイベント感があってすごい私は楽しかったですね。なるほど。うん、そうですねそのイベント感が良かったしその,あの一気に全てをかあの公開せずにあの週に1回というペースは結構良かったと思うんですけど、うん、特に毎回やっぱりそのなんていう見た目も違うし撮り方も違うしだから一気に見てもええと思っちゃうので。 そういったやり方は全然ね良かったと思うしかもこれ映画では絶対できないような話です、ね、そうですねそうですね、はい、あのコマーシャルの使い方とかもねテレビならではのことだと思うので、はいはい、その辺のなんかテレビというフォーマットを本当最大限利用している感じがしました確かにその物語の部分でその多分ね引っかかるところは多分 あるとはなんかあそこだっていうところが血もあるんですよ。なのでうん、うん、そこのところはネタバレ多分視聴者の皆さんも見たことある人は多分あそこかなっていうのはあると思うのでそのあたりはネタバレのところでえっ、ー、と語りたいと思います。うん。平地かさんは全体的にどう感じた？私としてはもう全体的にもうすごい面白かったですね。あの M C U 作品の中でかなり好きな方です。うん。はい。それなぜですか？ やっぱり一番はそのシットコむとかいろんなことをしてる面白さとか何がどこに次のエピソードがどこに行くか全くわからない楽しさみたいなのももちろんあったんですけど、うん、多分私の中で一番良かったのはその「ワンダーとビジョン」のラブストーリーという意味ですごくよくできてたなと思いましたあの今まで「ワンダーとビジョン」ってもうさっきも言いましたけどやっぱり「アベンジャーズ」ではあるんだけど、まあ、やっぱりサイドキャラクターどっちかっていうと主役じゃなくてサイドキャラクター。うんうん で今までもちょっと、まあ、ワンダーとビジョンの恋愛っていうのは今までも描かれてはいたんですけど、まあ、インフィニティ・ウォーでちょっとあったりとかしたんだけどその時点では、ね、全くねその感情移入してなかったんですよ。そうですね。はいうん、何だろうこのシーンはぐらいな感じで見てたんですけども、はい、今回はコ,コミックでそういったセッティングがあるけど映画ではちゃんとまだないよねっていう。そうそうそう。なんかぶん早く映画だけ追ってるとね。 そのワンダービジョンとかない時点ではなんかずいぶん早く進んでいくね、この恋愛みたいな、ちょっと親したシーンで。<laughs> <laughs> っていう感じだったんですけど、今回、本当に深くその2人の関係性というのを掘り下げていて、うんまあ、ある意味その、なんか過去も良くしてくれるというかです、ねまあ、いろいろ補填してくれてるんですね、この2人の物語を。はい、で、でまあ、そしてその2つのラブストーリーというのがあり、かつその悲しみについて結構深く掘り下げた。 番組っていうところでも私的にはとても良かったですね。うんうん、その、えー、と大切な人を失った悲しみとどう向き合っていくのかっていうのをすごく真摯に考えて作ったドラマなんじゃないかなというふうに考え、うん、考え感じられて結構ね、印象に残るセリフとかもすごい私的にはいっぱいあったんですよね。うんうん、それもね、最後の一話だよね。そう、はい、最後の一話もそうだし、はい、後半の方特にムサバがいっぱいありまして、はい、なんかその 我々も確かにワンダって、まあ、スーパーパワーを持っているので、まあ、そんなリレータブル、まあ、そんな近い我々に近いわけじゃないんだけどその悲しみとの向き合い方っていう意味ではそんなに変わらないかなっていうところもあったりそのエンタメを通して慰めを見つけるとかその悲しいことがあった時にどうなるかっていうそのリアクションっていうのはすごくなんか共感できるところがたくさんあったのでそういったところを MCU 作品なんだけど、その悲しみっていう一つのテーマをちゃんと置いて、それをしっかり描いてくれたっていう感じがしたので、私、この作品はね、もうすごいよかったです。うん,うん。はい。良かったですね。ということなので、はいあの、まだ見てない人がいたら、はい、ぜひ、私的には、ぜひ見てくださいっていう感じです。バランス的に私も結構好きだったんで、ぜひ見てほしい。はい。 ワンダーとビジョンのやりとりとか、その彼らの,その相性も良くて、その彼らのシーンとか相当面白いし、うん、そのワンダー中心の、うん、そのワンダのそのし悲しみ中心の,あのお話とかすごく良かったと私も思って、むしろ、なんだったらヴィランみたいな役割いらないんじゃないかと思って、もうワンダーは十分自分のヴィランみたいな設定だと思うので、あの、その辺ちょっと無理に入れなくても良かったかなっていう気持ちがあって、また、あ、その、なんていう、その、 彼ら中心のストーリーと、あのワンダーとビジョン中心のストーリーと、その,、えー、その見栄えとか見せ方の、えー、とまあその、シットコムの見せ,見せ方とか、そういったところは面白い割にあに、そうじゃない部分もある,あるんじゃないですか、ソード中心の話、モニカ・ランボーの中心の話とか。うん、あそのあたりの要素はちょっと余計に感じたというか、あんまりうまくまとまってないように感じたっていうことですの 質全体的な質的に、まあ、どうしても B 級的な物語に見えてしまうんですね。あのいわゆるこれまでのマーブルのテレビシリーズのエージェント・オブ・シールドみたいなものに、まあ、ちょっとトーンが近いし、あのネタバレになるのかな、まあ、他のエベンジャーズのキャラクターたち、AA チームの人たち何やってるのかっていうの <laughs> あるし、まあ、それはあります。これくらいのことが起きているのになぜ例えば そのもっと有名な人たちが来ないんだろうっていう疑問は確かにありますよね。特にあの、あいつらですね、ジ,ジミーと、えっ、ー、と、なんだ、名前で。えっと、キャサリン、デニー、あの、層に出てくる科学者の人ですよ、ね、そうそうそうごめんなさい。ダーシ、ダーシ、ダーシ。はい、あの、ジミーとダーシのくだりも、 一応、そのモニカ自身、結構良かったと思うんですね、モニカは。うん、だけど、その周りの人たち、ちょっとこう、どうしてもちょっと B 級的なうん、うん、感が、どうしてもそうです、ね、ジミーもダーシーも、だって他の映画からのそのサイドキャラクターであるし、今回もサイドキャラクターであるし、その、彼らのやってる、特にジミーがやってること、そこまで、まあ、まあ、地味ですね。<laughs> なので、そうですね。その、のうん、サイドキャラクターの扱いとか、あと、その、 なんかちょっと B 級感が出ちゃうのそのうちフィナーレとかの,あのビジュアルエフェクトの使い方とかもは多少ちょっと、うん、あのちょっとつまんなくなっちゃったなっていうところは多少あるので、はい、まあそのあたりはちょっと、はい、じゃあネタバレのところにそろそろ入りましょうかここからは「えー、とワンダービジョン」最後まで、えー、と1話から9話までのネタバレすべて、えー、解禁になりますのでまだ見てない方ネタバレ知りたくない方はここまでにしてくださいいははい、はい ダバレのところに入りましょうあのフィナーレは結構多分意見が分かれるたところなんじゃないかなって思う、うん、1>, えと1話でした。そのまずあのど,ど,あのどこポイント何個かあるとは思うんですけどそのワンダのやったことに対する代償みたいなところはね、はい、これでいいのかっていうのを私も感じはしました。はいはい やばいことしちゃったね。体的に,体的にすごい迷惑をかけてる。そういうことですよね。あの <laughs> ウェストビューの人たち、えー、とワンダの,その妄想の妄想の中とか、まあオ,オータネットリアリティの中に取り込まれてしまった、えー、住人たちに、まああのまあ、住人たちはずっと囚われてたってことですよね。でしかもあの、一度正気になったところとかを見ると、あの私を殺してくれとまで言っている。 っていう、だから、その、囚われて何もわからないままいるんじゃなくて、結構拷問みたいな状態だったってことですよね。うんはい、意識がなんとなく残ってて、で、あの、私、自分の娘に会いたいとか、とかに、ここから逃れたいって思ってたんだけど、ワンダの、あの、魔法によって囚われていた人たち。しかも、結構長い期間ですよね。そうですね。はい。はい、ちょっと一日、二日じゃない期間で囚われていた。 っていう、まあ、その一つの大きな罪がありましてそれに対してその番組がちょっと彼女をねちょっとあの簡単に生かしちゃった気はするんですよね、うん、あのワンダーは今回もそのやってることは完全にまあ他の MC 映画だったらもうヴィラン役 <laughs> のことじゃないですか。うん、でそれはまあどんだけ自分の悲しみがあるからっていうのは、まあ、それはきっかけでそのその、そのきっかけでそういうことをやったのは、まあ、割とリアリズムもあると思うし、まあ、<laughs> ちょっととんがったリアリズムもあるし、あの <coughs> なんかそのテーマ自体はすごく面白い。ただし最後に、えー、と彼女はもう完全にバッドガイになってないのは、 いわゆる他の人、皆さんの目で、<laughs> あの、モニカとかがね、こう止めないし、あの、最後の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 最後に、その最後の1話のそのエンドクレジットの後に、あの、ね、こう、えっ、ー、と、ダークホールドっていう、はい、その黒い悪のまず、はい、悪のまずしいじゃないか、はい、なんかるダークマジックの本みたいな。はい。 を読んでるシーンがありましてまあじゃあ今後ねあのドクター・ストレンジの続編映画でなんか、まあ、ヴィランとして出るかもしれないっていうあのあまあそうそうもしかしたらってぐらいですよね、まあ、ドクター・ストレンジの,あの概要自体に友達だった人がヴィランになりましたみたいな <laughs> <ー> <laughs> 書いてあるからあ,そ,あ,る <laughs> あそうなんだそれ知らなかったですではそういう役かなと思うんですけど、うん、それは今回のシリーズの中でそういった解決になってないのは うん、ちょっとショックですね。というのはそのえっ、ー、と今のところどっちかっていうとあのグレーなんだけど、うん、割とヒーローにまだヒーローに近いところにいるようなポジショニングですよね。はい、最後に、えー、とヴ,ィランヴィレンとなっているアグネスを一応彼女が止めてあのなんかこうやばいあのそのなんていうんですかね そのみんな、えっ、ー、と、えー、その、ウェストビューのみんなを一応その字を返してあげるじゃないですか。<laughs> で、なんかこう、自分のその家族の中でもね、あの、まあ、ビジョンとちゃんとさよならして、子どもたちとさよならしたりして、あの、なんていう、その家族仲良く,くとかやったりして、いい、かなりいい人として、あの、見せて るんですよ彼女のことだけど冷静に考えればそんなによくないからねやってることはだからもう少し触れて欲しかったなとんか最後に彼女はウェストビューから出てる時にうんみたいな顔して他にそう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 フードかぶってそうあごめんとも言わないんだとはそう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 だからあの言葉の謝る言葉もないって意味だとは思うんですけどその ごめんねって言ったからって、亡くなったことにはならないから、なんかそれも言えないで去っていくってことだと思うんだけど、でもちょっとその後にモニカが、なんかこのウエストビューの人たちはあなたがどれくらい彼らのためにサクリファイスしたのかってことを知らない、知らないねみたいなことを言うじゃないですか。はい。サクリファイスでもね、って思うじゃないですか、そもそも。だって。 むしろみんながどんだけ、まあ、<laughs> みんんながどんだけサクリファイスしたのか、そのワンダーがそういった生活できるように、そうなんですね。そうそうそう犠牲になって、はいでまあ、彼女が諦めたのは、まあ、子供だけど、まあ、本物の子供ではないわけだから、そのを諦めたからといって、うん、ちょっと違うかなとは、その釣り合わないかなっていうところはありますよね。うん、そのあたりがちょっと、まあ、気になるところは気になる。 はい、またそのなんていうの感情的なレベルで言うとそのコンセプトとして彼女の、えーとまあ、悲しみでそのこうグリーフなんていうかなあの悲しみですね深い悲しみ彼女の深い悲しみでそういったことをやりましたでちょっとずつその、まあ、いろんなねその悲しみの、まあ、ステージがあったりするんですけど、うん、まあ実際にこうトラウマの感じて,感じてる人 PTSD とかなってる人は、まあ、場合によってですね あのこう自分の行動を、まあ、コントロールできないというかわわ悪くなったりすいわる周りの人たちに迷惑をかけるようなこともあると思うんですよ、ね。まうん、実際に。ありますね、だからその彼女は、まあ、あまりにも、ね、悲しすぎるししかもでたまたますごい力を持っていて彼女にはコントロールできないことで、まあ、やってしまったっていうのは,、うん、それはやってしまったところまでは仕方ないですねそうですね。 で、最後に、なんか、なんていうんですかね、おそらくですね、こう、実際にそういった、あの、方は、まあ、場合によって、周りに、あの、例えば自分のその、えっ、ー、と、同性とかの人に、迷惑をかけた場合は、気づかないで謝らない場合が多い気がする。たぶん。あ<ー> <laughs> あ、なるほど。<laughs> そういった意味では気かなと。確かに。まあ、その、やっぱり傷がまだ、はい 何て言うんですかフレッシュなんですよね。まだ自分の、はい、えと疑似家族を諦めたばかりなので、まだやっぱり自分の傷の方にばっかりあの意識がいっちゃうみたいなことなんですかね。うん、そういう。謝るところまで心の余裕がまだ持ててないみたいな。確かにそうやって考えると。はいうん こ,こういう感じで何、はい、てな <laughs> くなっちゃうのも確かにあるかもしれないですね、はい、ただしまあワンセリフくらいで触れてもよかったかなとそれだったら。そうですね。その多分モニカのセリフがなかったらあのそれがね受け入れやすかったんだと思うんですよね。そのワンダの状態として。はいはい、モニカがまるでそのなんか番組としてそのあなたはこうやってあの家族を諦めるっていう犠牲を払ったのだから。 彼らのためにしてそれは彼らのためにしてあげたことで、うん、彼らもそれを知るべきみたいな感じに取れちゃったので、はい、まあそれだとなんかその彼女の何ですかねエクスキューズを作ってるみたいな感じがしてちょっとなんか座りが悪かったですけれども <coughs>、はい、そこのポイントですね。まあ、ただその悲しみの,あの描き方としてはすごく面白くてあのダニエルさんもちょっと言ってたけどその ステージを描いていてて、まあ、これ面白いなって思ったのはなんかそのアメリカでよく言われることなんかなんか5ステージがあるという悲しみの中は,い、はあの実際にはその、えー、と新人あの学術的には今となってはそんなにあのサポートされてはいないらしいんですけど基本的な悲しみの考え方として5つのステージがあるって言われていてその最初がまず否定から入って、えー、その次に怒りがやってきて。 えー、3つ目にバーゲニングっていうんですけど、まあ、それは何かあのー、なんとか直そうとするみたいな,なんかこれを差し出すから私のことはほっといてくれみたいな感じのバーゲニングっていうのがあって、うん、で最後に、えー、と4つ目に打つ,打つ状態っていうのがあって、えー、最後に受け入れっていうのが来るっていうその5つのステージがあるんですけどそれとこのドラマがこうしているという話がありまして。うん それとても面白いなと思って最初の12は白黒のところがもう否定の段階なんですよね、はい、その,あのビジョンがいなくなったことを自分が大切な人を失ったっていう人々ですよねビジョンだけじゃなくて昔の家族とかを否定してる状態はいもう彼女本人もなんか無意識になってるよねその自分がやったことをもう,もう忘れたみたいなそうで否定しててそこから、まあ、ビジョンと喧嘩し始めたりするのでもう怒り で、そこからそのバーゲニングですかその頼むから私たちのことはほっといてくれみたいな。あの、そのモニカたち、ソードたちが、えっ、ー、と、ワンダの、えっ、ー、と、ウェストビューに入ってくるときに、あのわ、何もしないから、何も私は悪気ないから、私のことをほっといてくれたら、あなたたちのこともほっとくからみたいなことをやっている状態。で、そこからうつですよね。うつ状態。はい。7話ぐらいかな。なんか、 飲んだくれているじゃないですけど、なんかその一度なんかウェストビューのやつをすごい広げちゃったときの後にあ、はい、私、こんなことやっちゃったみたいなことをふざけた感じでやってる。それが打つ状態で、まあ、最後はやっと受け入れるみたいな。うん、受けるためにその8話でちょっとこうセラピーみたいなコースもやりますよね。結構これまでの。あれどう思いましたかあの、さかのぼるシーン。 あの8話ですかなのでその彼女の、えー、これまでにそのこういうキャラクターになったっていうあのその過去を見せてくれるところっていうのはキャラクター作りとかではすごく良くてストーリーテリングとしてはもうなんとなくもうすでに皆さんが知ってるか噂とかそのなんていう当たって見てたものなので、うん そのストーリーテーニングとしてはちょっと今週のやつだるかったなっていう気持ちもあった。確かにあのたあのその子供時代にねその不発弾が飛んできて、えー、と家族両親失ったとかその話はねもう結構知っている情報だったのでその知ってる情報を、まあ、実際に映像化されたっていう感じなので、うんまあ、割と知ってる人からすると確認作業みたいな感じではあるんだけど <laughs> でもあのエピソードだったからその。 すごいいいなって思ったセリフであのビジョンがワンダに対してあのー、多分、えっと、ピエトロを失った後のワンダにビジョンがあ,の、まあなたは今悲しみを感じてるんだけど、まあ、悲しみって悲しみを感じるっていうことはその愛が続いているって意味なんじゃないのみたいなことを言うセリフがあってうん、うん、私このワンダビジョンっていう作品の中で一番印象に残ったセリフなんですけどすごいいいなと思って。はいはい なん,かなんか悲しみを感じている人に対して、まあ、そういうなんか、それって愛,愛してるってことだなく、なんかポジティブなスピンをなんとかやって、うん、なんかすごい優しいセリフだし、そういう言葉をかけてあげるビジョン、はい、優しいし、実際にそのセリフの意味自体も結構なんか,なんか深い悲しみがあったときにちょっと慰めになるような,な,な,な。そう、まあ、はい、そもそもこのシリーズの,その、まあ、こう存在するきっかけは、 まあ、ビジョンがなくなって、ワンダーがそれで悲しくなって、なんていう、b e i e v e m e n t なんていうかな。Berievement? えっ、ー、とあの、誰かが死んだ後の,その悲しみ。衰弱しちゃうぐらいの悲しみみたいな感じか、はい。そうそうそう。なので、うんそれ、それ関連のね、いいセリフがあったりして、またその、えっ、ー、と、最後の1話でも、あの、ワンダーとビジョンおおおがお互いに向けて、向き合って、その、ビジョンは、 私は私、私、この今のバージョンの私は何だというところに、彼女はまあ、私のその記憶であったり、パワース,ワワーストーンでしたっけソウルストーンの、えっと。マインドストーンのマイン,ーンマインドストーンの一部だったり。でも、どっちかというと私の愛です、みたいな。それはすごい感動的で、まあ、さらにあの、彼はもう、私たちもうすでに2回もさよなら言っているので、ここからもうまた、あの、 で、彼女はそうだよね。またこんにちは。と言える日は来るみたいなセリフがあってその辺すごいね。感動的ですよ、ね。おいお、よ裕ですね。<laughs> はい、まあ、じゃあ,あの不満ポイントのところに戻って、<ー>えっと。うん、じゃあ赤さんの話しましょうか。はい。赤さんね。私キャサリンハーンのもう演技がもう超楽しいと思って。はい。最初の方とかもずっと好きで。<laughs> なんかね、はい、アガサ・ハークネスに、あ、アガサ・ハークネスのアガサの仕業っていう歌のところまでは良かったんだけど、確かに、フィナーレあたりは結構なんかワンパターンになっちゃった気がする。<laughs> しますね。あの演技のトーンがね、結構。あるあるヒーロー映画ヴィレンになってしまいましたね、最後に。はい、そうですね。あの多分の、コビット d のコロナの影響とかも多分多少あると思うんですけど、 あのコロナがでロックダウンされた時には、だいたい3分の2ぐらいの撮影が終わっていて、まあ、なので3分の1はコロナ後なんですよね。うん、で、たぶ、うんその、一緒の場所にいることができない撮影とかもあったはずなので、あのうん、キャサリン・ハンダ、もしかしたら違う別撮りみたいな感じかもしれないなと思って、見てましたね。大変そうですね。はい。 特にそのアゲ実はアゲネスはアゲサだというあのリビールがあるんじゃないですかあの7話ぐらい、はい、でそれで彼女が、ね、カメラに向けて歌ったりしてずっと私だったよみたいな歌いやってるんですけど <laughs> その次の1話から全てがアゲサじゃなかったっていうのは <laughs> 明らかになって <laughs> 一応やっぱりワンダだった <laughs> なのでむしろ<え>ワンダがやったことをあのあのアゲサが知りたいどうやってやったのかとか ずっと聞いてるから、じゃあどっち、どっちなのっていう不満,不満結構ありましたね。ああ、なるほど、なるほど。うん、え、おゴさんの仕業ぞって言ってたじゃん、みたいな。そう,そう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 。まあ、あのー、彼女がちょっと番組をハイジャックしちゃったみたいな感じで、なんか、一瞬そうやって見せかけて騙したみたいな。そうですね、まあだから、からそ,そういった意味でそのネタが良くて、そのね、あのー、 彼女をその歌ってるところとか面白いしスパーキーを殺したのは私だったのよみたいな <laughs> そうそうそう,そう,そう犬,も犬も私殺したからひどいね <laughs>、はい、だけどその全体的なストーリーテイリングとしてちょっとだけちゃんと噛み合ってないっていうのはまあどうしてもそういった気持ちになりましたうんそうですねアガさん私アガさんにはもっとあるのかなとは 思ってました、ね、そのラル,フ、うん、ラルフっていうあの夫のラルフがねって話をずっと言ってるので、うん、そのなんかラルフがなんかすごいあの1話と2話の時にも話したと思うんですけどそのアガサ・ハークネスのコミックで、えー、とアガサがつたえているメフィストっていう悪魔でしたっけとかがいるので、はい、そのワンダ・ビジョンのヴィラになるんじゃないかみたいなことを言われてたので <laughs> ラルフがそのメフィストなんじゃないかとかとか思って。うん でったらまあそ,そんな割と結構シンプルな話だったなっていうまあそうですねあの一応ラルフは誰かっていうとあの一応あの答えは出ますねはいはい <laughs> <laughs> なのでそれもそれでええと <laughs> 思っちゃう <laughs> まあその <laughs> そのペイン r ロンのそのくだりも一応そうなんですけどなんかこう、うん、まずそのキャスティングとかですねその MCU のクイックシルバーじゃなくて エクスメンシリーズのクイックシルバーだったっていうことで、じゃあ、こ、こからなんかエクスメントのなんかスピンオフになったり、いろいろあるんじゃないかと想像しちゃうんですけど、いや、そうじゃなくて、ただのネタだったっていうか、<laughs> あのファンサービスだったのがよくわからないですけど、えっ、ー、と、なんでそういったキャスティングのチョイスの、まあ、だからその、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えー、とこう冗談としてダーシーが、 ああほらキャスト壊りましたみたいなこと言うんですけどでもまあでも冷静に考えればそれありっていうのもあるしな、うん、そ,そのそのミスリードがミスリードとしてなってると思うんですけどあのこスムーズにできてると思わなかったんですねうーんそうですね XMen のことはチーもうもっともっとつながるんじゃないかなと思ったらまあジョークで そうですね。そんなものすごくがっかりっていうほどではないんだけど、そんな面白いジョークでもないからなっていう。のはそこそこそこ。別にそのエクスペンにつながらないといけないっていう。そう、そういう意味での怒りではないんだけど、まあ、そ,そんな。そんな大爆笑ものなジョークではないから。<laughs> なんか、そ、うん、そこまで意味はなかったみたいな。はい、あ。 感感じなので、まあ、ちょっと表紙抜け感は確かにありますよねそう<ー>ファンの中にはそうだから X-Men が出るからクイックシルバーあエヴァン・ピータースで出てきたからマグニートとかも出るんじゃないかとか <laughs> そう思ってた人はいると思うんですよ <laughs> ただし、まあ、そ,のそのキャスティングをさておき <laughs>、うん、クイックシルバーペトロがあの、うん、今回、えー、登場するっていうのは、うんまあ、かなり、えー、とワンダーの,その相談できる相手、うん これまでビジョンさえね、にちゃんとこう、本当の,本当のことは言えないし、だから相談のできる人が現れるのは、非常にそのストーリーテリングとして助かったし、それはそれで面白いシーンもあったんですね。あと、その子どもたちの面倒を見るおじさんとしても <laughs>、うん、<laughs> よくて、はい。特にあの 90, 年90年代になった、どの1話は覚えてないんですけど、6話ぐらいかな。 になって、うん、えとかなりその、まあ、アメリカのエッジの立ってる90年代の,あのバカバカしい <laughs> シットコムみたいなあの形になって、彼はすごくなんかそういったキャラクターになって面白くて、ヘイヘイ e y ズみたいな感じ <laughs> <laughs> の。その辺も結構、まあ、ネタとしては面白いですねそうですね。はい あの相性良かったですしね。うん、ワンダー、あのエリザベス王戦と。はいはい、まあ、なので、まあ、あの、もっと大きなものにつながるのかとは思ってたけれども、うん、まあまあ、それは、あの、最初出た時には確かに興奮したので <laughs>、はい、<laughs> それで、<laughs> まあ、面白く楽しんだからいいかって思う,、はい、<laughs> 思うかなっていう気はします。はい、ちなみに私、あの、アガサの結構最後の扱いが、 ちょっとかわいそうだなって思っちゃったんですけど<ー> <laughs> それは感じま,す感じましたかあの最後にワンダに、うん、えと罰として、えー、と一生、えー、と詮索好きな隣人として生きることを定められてしまうっていう、はい、これは彼女のやったことに対しては結構な結構ひどい罰だなと思ったんですけど <laughs> なんかそんなひどいかなアガサやってることって思うじゃないですか。 基本的にやってるのはワンダでウェストビューの人たちを閉じ込めてそもそもちょっとあげさんのモチベーションは、うん、あんまりそこまで理解できなかったかもしれないんですけどそもそもなんでそこまでやりたいのかワンダの,あのパワーを、えー、理解して自分のもの,にしものとしてしたいというのは分かるけど。うん なんか、うん、ちょっと絡みがあれなんですけど、えっ、ー、と、罰としてはまあ、確かにひどいんですけど、多分まあ、多分お,おそらく間違いないと思うんですけど、今後の MCU に彼女はまた登場するんじゃないなので、<ー>ワンダーはそこにいる、えっ、ー、と、アグネス、アゲさん、えー、になんか頼まなきゃいけない時になって、あ,<ー>あるいは、えっ、ー、と、ドクター・ストレンジはね、うん、でそうそう。 彼女をもう一度あの、まあ、その自分の自由に戻して、えー、と何とかの相談にな,たるゃな,いなるほどね。確かにあそれはあそれがあったら確かにそのコミックではそのアガサが師匠みたいな感じになるらしいですからね。それとちょっと合いますよね。これまでのロキ,<あ>ロキみたいな、うん 立場じゃないロキは一応グッドガイだけでバッドガイでその両方でやりながらすっげえ悪いことをするんですけどいつも許されちゃうし<ー>あので一応なんていうこうあのうあのなんかこうあ,あのアズガードのそのえっ、ー、と檻に入れたりするんですけどでも大事な時はやっぱりロキ使いましょうっていうのはあるんでまあ似てるような立場じゃない多分。 そ,うですね、それでもう一度出てくれるんだったら嬉しいかもしれないですねあの、うん、キャサリン・ハーンが今回とても良かったのでキャサリンじゃないアグネスの過去のシーンとかも出るじゃないですかあのセーラ,セーセーラーム魔女裁判の時の。うんはい、でそれでなんか、あのー、魔女のお母さんとかその他の魔女の人たちに、えー、と力を奪われそうになって。 で彼女たちちの力を吸い取っゃそこでなんかそのアグネスってなんか同じ魔女なんだけど信じてもらえなくてまあアグ,アグネスはね私はこのパワーコントロールできるから大丈夫だから私は信じてって言うんだけど信じてもらえないっていう、はい、ところがやり取りがあったじゃないですか、はい、ま同じ女性で同じ魔女なんだけど信じてもらえなかったっていう傷があったので,で今回はそのなんかワンだとその ここで何か指定関係、何らかの形で指定関係になったら、なんかそれはそれで綺麗なつながりだなと思ったんだけど、結局はなんかその魔女と魔女がまた同じことですよね。戦い合うみたいな感じになっちゃった。なんかそこはちょっとなんかもったいないような気はちょっとしました。なるほど。そうね。まあ、でも今回ね、ああのすごくなんかこう、アグネスのそのキャラクター自体、すごく話題になったんじゃないですか、かなり。あのファンの中でものすごく盛り上がったんで。 楽しいですからね <laughs>、うん、今後の MCU に多分登場するのは私の中では間違いないけど、ね、うんうん、本当かどうか分かんないけど、あとはその今後の,そのこれからの MCU じゃなくても、これまでの,あのアゲさんのストーリーはいっぱいいっぱいあるはずです。もう何百年もすあの生きてる人なんで、あのその辺の、ね、スピンオフシリーズとか映画とかあってもおかしくないみたいな感じです。見たいですね。見たい見たい。<laughs> はい あとはの、ドクター・ストレンジ出なかったですね。ドクター・ストレンジ出るかなとちょっと思ってましたけど、はいうん、あの、そのドクター・ストレンジ2にワンダが出るので、えっ、ー、と、今回、カメオぐらいあるかな。と思いきや、まあ、それはなかったっていう。そうですね。2022年とかなので、まあ、まだ先、うん。まだ来年ですね。まだまだ先にな、はい、のことなのでそうそう。まだ待たないといけないと思うんですけど、でも逆に彼は、えっと、スパイダーマンに出るんでしたっけ今年の。 ースパイダーマンに出るんだ、うん、間違ってるかもしれないけどあのその辺のクロスオーバーもあると思うんですけど、うん、まあ少なくてもその、えー、とドクター・ストレンジはその次の続編で、まあ、こうタイムストーンに関していろいろまだ調査しているようなお話で、えー、とその概要によりますとやっぱりそのフレンドターン n エネミーなので友達だった人が敵になって、えー、と怪しいですねはい で,で、それが壁になって、ストレンジが、うん、えっとも、ものすごくやばいものを、こう、アンロックしちゃうという概要ですね。なるほど、ね。Unspeakable Evil ということなんで。うん、なので、その、彼女は、まあ、あの、今回、その映画の最後に、えっ、ー、と、ダーク、なんでいつも出てこない。ダー,ーダークホールド。ダークホールを読んでるんじゃないですか。うん、そのコミック上だったら、 ドクター・ストレンジの,そのダークホールドのくだりもあったしあのその彼があのその前の作品でもあのダークえっ、ー、とダークダークあらえっと前の作品っていうのは映画のやつですかはいダークディメンション <laughs> ダークディメンションでこう敵と、ね、こうなんか戦ってるとかや,やり取りしてる場面もあるんですけど あのまさにそのダークディメンションヘルディメンションにそのダークホールドが作られてるものですね <laughs> なのでまず直接その前作ドクター・ストレンジの作品に一応つながりがもうすでにあると思うんですね,ねで実際にそれをあの前、えー、と誰がそのダークホールドを持ってたかっていうのはまあいろんな人なんですけどそのうちの一人はメフィスト だから、その今回、メフィストは出なかった、うん、ドクター・ストレンジは今回出なかったって言っても、おそ、うん、らく、はあそうそう、次の作品に、ドクター・ストレンジも,もちろんね、ドクター・ストレンジの作品なんですけど、そこに、メフィストのその登場もありじゃありだと思いますね。なんか若干、そのなんか、ワンダがドクター・ストレンジの2、あの、悪役になるのに、なんか、 もし何か障害があるとしたらなんか一度ワンダってすでに悪役だったじゃないですか。うん。エイジ・ブルトロンかはははいはいはい、はい、まあ割と敵側にいて、で、アベンジャーズになって、で、また敵側に行くのかみたいなははい、はい。そこは、ちょっとなんかまた来たかみたいな感じはあるんだけれども、はい、まあでもそれもその彼女のキャラクターのそのグレーな部分を掘り下げるっていう意味では、まああり,ありなのかもしれないですね。はいはいはい。 まああれみたいですね、あのジーン・グレイの、えっと、ダーク・フェニックスみたいな立場もあるんじゃないですか。あ,すね、あの映画すごく私は好きだったんですけど、いろいろ賛否両論あったと思うんですけど、うん、すごく個人的に好きだったんで、あの特にそちらもそのうつ、まあ、とかに関していろいろすごいうまくあの掘り下げてて。で彼女も一応、まあ、X-Men のメンバーとしてヒーローなんだけど、自分の中に暗いところもあって。 ちょっとずつ自分の持ってるこうパワーをコントロールできなくなったりするんですけど、まあ、今回、むしろそのダークホールド、あのそのいろんな魔法の入ってる、あの暗い魔法の入ってるあの小説、あの本であってで、コミック上だったらそれをこう読んだ人は、どんだけ心がピュアにしても、ちょっとずつこうあのダークサイドに行ってしまうんですよね。 なんかアクティブな悪というよりはまたなんかコントロールできてたと思ってたけどでき,なかできなくなってきちゃったみたいな描き方ってことですかね。そうじゃないとその今回、ね、彼女の悲しみっていうのを描いてきたわけなのでその人に対してもねそういう経験があったらもっと、うん、なんですかね優しくなれるような気がすると思 思うので、そのね、あの、悪にするとしても、その、割と結構繊細にやらないと、お前は一体何を学んだんだみたいな感じになっちゃうので、ワンダビジョンのあの苦しみは何だったんだみたいな感じになっちゃいますからね。そもそも最後に彼女二人でいるんだよね。あの、最後のエンドクレジットシーンで。そうそうそう、普通のワンダとスカーレット版の本体みたいな。はいはいはい。書かれてますそうなんですよ。 なので、まあ、そもそも彼女の中でそういったスピットはできちゃってるっていう設定かな。白ビジョン。ビジョン今回あの、白いビジョンがね、最後の方に出てきて、でま、彼が本物のビジョンっていう,いうことに、ま、気づき、飛び去っていくんですけど、飛び去っておしまいなんですよね、このドラマの中では。 だからまあ今後出てくることになると思いますけど、うん、どういう形で今後白ビジョンそうですねあの一応コミックにすでにねあの、うん、白,白ビジョンがいたんですけど、うん、その場合は、まあ、まあ今回とちょっと似てるような感じなんですけどそのこ本当のビジョンがいて今回はそうじゃなくて彼のその体だけがこうえっ、ー、とまあリセットされたりあの作り直されたりするんですね。うん で、それで、なんで白かっていうのは、その、まあ、感情はできない、あの、人間の、その、まあ、完全に AI ですね。人間の、その、マインドが何もないという設定なんですね、コミックでは。で今回は、まあ、まさに同じようなお話じゃないですか。あの、ソード、ソードのそのやつが、えっ、ー、と、ビジョンの、えー、体を本当の体を、そう、作り直して、でも、まあ、何も、その、中身はちゃんと残ってない。で、その最後に、 あの我々の大好きなビジョンがその白いビジョンに自分の,そのこれまでの記憶を与えるんですけどそれもコミックにあったんですねあのビジョンから直接じゃないですけど、うん、記憶はあるけど感情はできないという問題なので、うん、まあちょっと違うよねっていうことなんですけどでちょっとずつそのコミックの中だったらあのまあ人間だったりそのアベンジャーズの周りにずっといるあの結果でちょっとずつ感情できるようになったり。 するしあの途中で、あの、えー、と,とあるその,あの、えー、とキャラクターの、まあ、マインドをあの入れちゃうあの時もあったと思うんですけど、だけど、はい、そ,それまでにはもう、ワンダーはもう完全にあの心が違うところに行っちゃったです、もうトゥーレイト。その彼らの,その恋愛に関しては。うん、彼はやっと。間に心が離れちゃったっていうその中の話ですよね。はい で今回その、まあ、シリーズとしてはおそらく彼女は、まあ、暗い方に落ちちゃって、彼と彼女はまあ戦わないといけないかもしれないし、あのでその彼女はまあそれに対して複雑な気持ちを持つかもしれないし、彼は記憶はあるけど、ハートがないから感じないし、まあ、その辺のやり取り、あるとしたら、結構、なんか期待できるかなと感じます。うん ま,あまた一悶着ワンダとビジョンであるんじゃないかという。うんはい、なんか記憶があれば、なんか感情もついてくんじゃないですかね。だって、ロボットだから。<laughs> 仕方ない, <laughs> <laughs> <laughs>、はい。そもそもそういったこうケイパビリティがないということですね。なるほど。あのビジョンその MCU のビジョンはいろんなものがこう入ってるんですよね、彼は。あの、あのその体は、 えっと、ウルトロンの作った、そう,そうそう。ニアそう,そうそう、そう、バイブ r ニオン u m でできてるウルトロンが、まあ、こう、作ってきたロボットみたいなもの。だけど、あの、インテリジェンスは、あの、トニー・スタークの、あの、作ってた、えー、その AI。ジャービスですね。ジャービスですね。はい。そして、えっ、ー、と、いつもね、私、間違えちゃう、マインドさんでしたっけ マイナストーンがたまにこう入ってて、そのマイナストーンのパワーも持ってるとか、いろいろこう彼の中にいろんな要素がある。で、今回のビジョンはそれじゃ,じゃないですね。うん。今のところ基本的に機械なんで。うん。なるほど。うん。じゃあ確かにそういうその白ビジョンがヒューマニティを手に入れる過程、もしくは手に入れられない過程みたいなのが今後描かれるかもしれないということかな。確かに。はい、あとは、えっと、モニカ・ランボ の話はあまりしてないですけれども、モニカも今後もっともっと活躍するっていう感じで、まあ、今回はちょっとね、自己紹介というか、まあ、初登場の、うん、初登場じゃないですね、大人になってからは初登場。<laughs> そ,うそうそうそう。子どもとしてはね、キャプテンマーベルの出ててで。今後はキャプテンマーベル2に出ることが、えー、決まってますよね。うん コミックだったら最終的に彼女もキャプテン・マーヴルになるという設定もあるんですけど、うん、まあ今回でもまあ結構その、彼女が何度もそのヘックスの中に入ってしまった結果で、こうまあ、一応ミュータントな話ですね。体がちょっとずつこう変わったりするという説明がどっかに一回だけあったんですね。<laughs> これ以上ヘックスに入ったらあなたの体は変わりますよみたいなことをダーシーに言われちゃう,う確かに言われてましたね。 そうそうなんかその前からでもっちっなんかちょっとスーパーパワーみたいなのがあったのかなと思ってたんですけど、はいはい、そういうわけじゃないのかななかったんじゃない今回初めてゲットしたのかよそれでなんかあの銃で撃たれてもなんか取り込んで勢、うんはい球を抑えて通り抜けるみたいなパワーでしたね。あれは何パワーっていうのがわからないですけど、はいはい、そうです。まあ、どこまでが彼女のパワーなのかどこまでがワンダのその あのなんていう、えっ、ー、と、妄想なのか、まあ、一応ね、そういったシリーズだからわからないんですけど、あの、少なくても、まあ、ちょっとキャプテン・マーブルと違ったような <laughs> 種類ですよね。そうですね。キャ、はい、プテン・マーベルわかりやすく、<laughs> 帰りきとかそういう感じ <laughs>、うん、にも近いので。ね、モニカ・ランボー、そうですね、今回、モニカ・ランボーの登場を通して、結構その指パッチンの後の、 なんか実際の影響みたいなのが結構描かれたのよか,ったってよかったですねその「スパイダーマン、はい、ファーフロムホーム」でもあったんですけど<ょ>その,の指パッチン後のあとか彼がすごいなんか脳天気で、はい。<laughs> <laughs> なんか明るいじゃないですかなんか3年間3年の年産まれちゃったけどオールオッケーみたいな感じのノリだったのではい、はい、まあスパイダーマンコメディ映画だからねまあそうですねまあ、はい、あの青春物語としてあの映画はまあ面白いのでいいんですけどはい、はい、実際にまあそういうねその人類の半分がいなくなっちゃうようなことがあったらどれだけのその悲劇が起きるのかっていうことをちゃんと描いたのは今回のワンダービジョンっっいはいすごくあの辺に良かったですね、うん、あのまあ、まあ そんなにね、たくさんの場面じゃなかったけど。でね、あので、彼女は、まあ、いわゆるそのスナップでいなくなってて、またその5年後のそのトニー・スタークのスナップで、あ、トニー・スタークじゃねえっと、ハルクのスナップで、あの、帰ってくるんですけど、みんな帰ってくるのはハルクだった。ハルコか。はい。う。はい。トニー・スタークのスナップでサーノスがなくなる。うん,うん。まあ、えっ、ー、と<ひ> <laughs>、まあ、彼女が、<laughs> えっと、その、 サノスのスナップでみんながこう溶けちゃうんじゃないですか。うん、こう、なんていう、こう、ツナに分かんないけど。うんうん、で、今回はツナから <laughs> 体が戻ってくるっていうシーンもあって、ってそれもすごくなんか印象的だったし、でね、あの急にで病,病院にいるんだから、その病院のスタッフみんなすごい急に困っちゃってさ、<laughs> 急にあのたくさんの人が帰ってくるし、あのしかもそのね、いなくなったその5年の間に、 母があの死んじゃったということで、まあ、彼女の,あの、またその彼女の悲しみにはつながっていくと思うんですけど、うん、あの辺、結構うまくあの今回描かれたんじゃないそうですね。うん面白かったです。そこだけでも、なんか彼女の登場としてとてもインパクトがあったので、そこからあそこ、結構、なんか、ヒットコム後の。 直後ぐらいな感じで出てきたので、その何が起きてるかもう全く分かってない状態だったんだけど、その急になんか指パッチングの世界とか、やっぱりその辺のなんか何が来るか分からない感じとか、このワンダービジョンの楽しいところでした。はい、それこそね、その不気味っていうか、<laughs> また違ったか、うん、形の不気味。そうですね。ワンダがその結局これやってるのはワンダなのか、それともワンダは操られてるのかとか、やっぱりちょっと疑いながら。 たので最終的に「あ本当にワンダーなんだ」っていうのが発覚した時も、はい、あ,あそ,そこまで結構ヒーローをグレーというか、まあ、ダークの方に描くんだっていうその面白みがありました。はいまあ、あとその、えー、彼女モニカがそのヘックスの中に入ってる時の,そのジェラル・ディンとしての、はい、えっと 毎回のファッションとか髪型とかすごい何かかっこいいんじゃないですかダーシーがなっちゃう時も面白かったサーカスになっちゃってみんな面白かったジャーディーの格好もかっこよかったねかなり良くていろんなその俳優さんのねいいいい側面たくさん見せてくれたというテオナパリスですねとても良かったです。 はい、とっても良かったですね。はい。そんなところですかね。大体。うん、そうですかね。ところにはあの、うん、最後に私、すごく一つ、はい、かなり、かなり、かなり納得できないところは、うんうん、はい。あの、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、最後に、ワンダーがそのヘックスを、まあ、ないことにする。で、ちょっとずつ、こう、迫ってくる。で、彼女たちの、まあ、家までに。 こう迫ってくるんですねで最後の最後のシーンはワンダーとビジョンで終わっちゃうんですねまあその最後のシーンっていうかうん、うん、その最後のヘックスのあるあのシーンなんですけど子どもたちってあの一応存在しないですよもちろんだけど彼女の中その彼女の妄想の中ではもう完全にリアルなんですよ、ねね、あ、はい、子どもたちのそばにいてあげないんだってことです <laughs> なんかじゃあおやすみなさいねって言って <laughs> あの部屋から出てでも彼らがいなくなるときに他のキャラクターたちだったらなくなるときにあの特にビジョンなんですけどううわーみたいいななな感じじじになるんんゃゃですか死じ結構なんか痛みではないかもしれないけどそのな、うん、くなっていくことに対して結構恐怖を覚えてる描写がその時はそばにいてあげたいでしょ絶対に母は。 確かに言われてみれば確かにそうだまあでもあれなんですよねその番組としてはそのビジョンとのラブストーリーを描きたくてであのセリフとかもそのあな自分は何なんだって対して対あの私の愛よっていうのに対してなんかそれ子供たちがいるところでやってたらまたなんかそしたらみんなみんなが私にとっての愛よってことになるんだけどちょっとなんか対象が広がっちゃって何て言うんですかねあんまりフォーカスしてない感じは。 あるのかもしれないストーリートリングとしては正解、しょうがない点もあるし、だけど、ちょうどそのロマンティックのやりとりしてるあの瞬間に、その上に子供自分の子供たちが溶けてるから、<laughs> うわー、どうしてんだろうみたいな感じになってるでしょうね。<laughs> あれはそれですごく母として大丈夫っていうのはあるますでも彼女たちもなんかあの、ママのところに生まれてきてくれてありがとうみたいなセリフをした後のこと。はいはい <laughs> なんか表情が結構分かってるよみたいな子供ながらにはい、はい、だったので、はい、なんか全て彼らも分かっていてアクセプトしているみたいなうんそれにしてもお、ま、か、あ、まあでも確かにそうやって考えたら母あの設定の中では母と子供のっってこと考えると確かにおかしい <laughs> おかしいですね <laughs> まあなんかあの親子4人でなんか戦ってる時はなんかまるでなんかミスターインクレディブ、うん、インクレディブルファミリーみた、ねはいな、はい、そうあのポージングとかも <laughs> 揃った感じとかもあの軍団はあなたたちで私はあのアグネスと戦いますみたいなことをママが指示するんですけどね、うん、子供たちに軍団によろしくねみたいなこと子供たちに <laughs> 危ないか危ない、ね、<laughs> 面白いすごくかっこよかった確かにミスター・インクレディブルみたいな感じですよねそれはうんあとよくねこの 疑惑にポップコーンでちょこちょこなんか出てくる気がするんですけど、はい、あのイギリスのその,あのコメディ、SF コメディシリーズの、えっ、ーと,えー、と、宇宙船レッドドワーフ号あって、はははたまにね、どうしてもなんか似てるようなストーリーは出てくる場合が多い気がするんですけど、今回もまさにですね、レッドドワーフの中で、えっと、ベターザンライフという VR みたいなシステムがあって、たま、うん、につけると、はいあの、自分のその、 えー、心の中で本当に欲しがってるものすべて <laughs> あのまあこうそのゲームの中でくれるそして自分がそのゲームにいる自体も分かんなくなるこれはリアリティだと思ってで実際にあの体は一応まあずっとゲームの中に入ってるからちゃんと食べてもないし死んでいくっていうパターンが多いんですけどあのこのお話はえっ、ー、と レッドドワーフのシリーズの中であの1話だけあったんですけどね、ベーターザンライフという1話あったんですけど、あの小説もあって、うん、あのレッドドワーフの。で、その小説の一つは、あのその前半かなりもうこのぐらい分厚い部分が、そのベーターザンライフの細かい細かいお話であって、あの理想、自分,の自分にとっての,その理想のまあパラダイスにいるはずなのに、 そのメンバーのうちは、一人は、もうみんなネットワークで、ね、つながってるんですね。一人は、あの中の,その呪いとか, <laughs> か、あまりにもひどすぎて、いいことになってるはずなのに、自分の再起が悪いことにされちゃって、あの <laughs> その自分のリスト自分の,その完璧なあの生活がちょっとずつこうあの崩れていくという話で。 でその彼のせいで他に皆さんもいろいろ大変なことあってで今回もかなり似てるなと思ったあのいわゆる彼女のえっ、ー、とまあ自分の理想に理想の世界を自分で作るんですけどちょっとずつ嫌な要素が入ってくるんじゃないですかでうそうですね外から人も入ってくるしであの自分ではそのウエストビューの人たちをなんか幸せにしてるつもりが 彼女たちが解放してくれって言ってくるとかねそうですねはいはいはい邪魔、まあ、っと感じるようなあの人たちも入ってくるし揚、ね、げ、うん、さんみたいな人とかだからうんあのなんか、まあ、だからっていうところ全くなくて似てるだけです <laughs> あ<ー> <laughs> あはいレッドドワーフはね多分途中まで日本語あのローカライズされてその字幕のついてるやつもあると思うんですけどうん うん、最後までにないかなでも、そのベターサのライフあるのかな、まあ、あ,るあるとしたらぜひおすすめします。<laughs> そうですね。ぜひチェックしてみてください。うん、小説の方も面白いですけどね、番組よりは。そのお話は。そうですか、うん。細かいので。はい、えー。なんかそういった影響とかあるかもしれないですね。はい、確かに。影響は多分ないと思うけどね。いわゆるお互いにその影響は、うん、まあ、なさそう。<laughs> あまあ、似た似た設定、うん、だから。はい まあよくあるんじゃないけどたまにあるんじゃないですか。そもそもあの今回その<に>えっとワンダが自分のその妄想の世界に入るのはそもそもマーブルのコミックから <laughs> 出てきた設定なのでどっちかというとマーブルの先だった。<laughs> うん、うん <laughs> はい、なるほど。はい、はい。そんなところでしょうかね。はい、はい。ということで今回ワンダービジョンについて語ってきました。皆さんもぜひコメントでワンダービジョンの感想を教えてください。 はい良かったところとか笑ったところとか教えていただければと思います。<非>次の MCU ドラマはね、パルコン＆ウィンターソルジャーがもう間もなくですよね。結構間を空けずやってきます。3月19日かな。はい。これはあの、はい、一応、えー、予告編だけ見るとまあもう少しこう王道的なまあ王道 MCU な感じじゃない？はい。うん。はいうん 私、ワンダビジョンがすごい良かったので、ちょっとあの、ファルコンウィンターソルジャー楽しめるかちょっとね、<laughs> 若干上なんですけど、まあ、でもあの、すごく、なんかワンダービジョンにも驚かされたので、ね、ファルコンもね、いろんなサプライズが待ってるんじゃないかと楽しみにしております。はいはい、はい、そうですね。まあ、どうでしょうね。 まあ、ファルコンもウィンターソルジャーも一応その MCU の中ではまだかなりサイドキャラクターじゃないですか。だから。また、ね。ワンダよりはね、も,もっともうちょっと出番があるけど。ウィンターソルジャーで結構スポットライとはいはい、はい、そうウィンターソルジャーは特にですね。まあでも、その彼らにもう少しこうスポットを浴びて、そのキャラクターたちを掘り下げることができるのがまあ嬉しいかな。そうですね。 または、What if とかもアニメーションのもしもの展開を描いた What if とかも予定されているので今後も MCU のドラマに注目という感じです。はい、ミスマーフル v e l も今年じゃないですか。そうですね、そちらも楽しみです。ということで今週の「銀幕に没根」はここまでにしたいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。ロキも今年でしたありがとうございます <laughs> ありがとうございますありがとうございます